しゃ。おはようございます。何とも言えないな。お願いします。おはようございます。41番でした。28 28 <笑> 28 <笑>静か、俺の妹、黒原伝説 with 女神。喋っていいですか？イエス。ラバージュ奈良瀬静香です。おはようございます。はい、ラバージュ J の誠司です。よろしくお願いします。お願いします。いつからですか？はい、つい先日。つい先日。本当にね、ラバージュ J には君のような J が必要だと、君のようなオスの J が必要だと。いうことで、ラバージュ J の誠司です。今日もあれですね、政治節が効いてますね、朝から。いいですね。この前見ました？前回黒バラ伝説 with 女神の時始めましてだったじゃないですか。おうおう、オープニングすごいカットされてました。マジで？見ました。私びっくりして、おい、あれれと思って、あんなに喋ってたのに、だって本当30分ぐらい喋ってたのに5分ぐらいにキュッてまとめてますね。30分も喋ってバカ野郎バカ野郎カットしよう。すまん、ここも切りますって言われて、もうこれ私たちが今喋ってる間にもうディレクターが横にいるんで、あ、これは使えないなって、もう多分頭で冷静に判断されてるんだと思いますよ。もうじゃあ使わないこと言いまくるよ。いやいや、声が大きい。それはなら使わないにしろ声が大きい。使わないのに、ね、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。試しにじゃああれだ、お兄ちゃんって呼んでみて。お兄ちゃんって呼んでみて。お兄ちゃんですか？お兄ちゃんって呼んでみて。ちょっと、あ、わかりました。兄ちゃん。あー、なくはない。なくはない。ちょっとイラッとした。なくはない。え、やったの。じゃあもう一回ちょっと気合い入れて、ちょっとお兄ちゃんって言ってみて。気合い入れて。うん、兄ちゃん。ああ。私結構強めの妹役で。あ、そうなんだ。はい、全然デレデレしないんで。静香はなぜ可愛いか知っておるか。ん、静香はなぜ可愛いか知っておるか。何キャラになったの今度。はい、何でしょう。答えよ。静香はなぜ可愛いか知っておるか。知りません。教えてやろう。もともと可愛いからよ。新しくなったよしで、ね、こちらの方一応紹介しようかなと思うんですよね。そうそうですよ。やっぱりなんか僕も2戦目新しくなってからやりまして、はい、1戦目で確かこことこもうクリアしてたんですよ。はい、で2戦目の僕とののちゃんかな、来た時にこの1期1000枚っていうのを出して、この B を開けたと。はい、で前回の孝太郎くんと白鳥美優ちゃん、そうの2人が、まあ2人ともマイナスで現状変わらずと、うん、いう状況で、まあ我々も今回またサマイスプラス1000枚で終えるというところを、はい、まずは目指して頑張ると。でもこうみんなの今過去3戦やってまして、その3戦のサマイスの方がトータルでマイナス約5000枚。あ、そんなもんなんだ。結構だと思います。3戦で3戦でマイナス5000枚でしょ。4956枚かなんか、そんな感じだったと思いますよ。ほうほうほう、はい、4956、うん、よくゴムで、その中で誠司さんがマイナス、うんうん、扱いに慣れてきたね。私の取説読んだね。俺の取説。西野完璧なアプローチで、その中で一番6人やってるわけじゃないですか。誠司さんが一番マイナスでした。あ、本当にマイナス1600枚かなんかで。まあそれはね、伝説への前振りってやつですよ。あ、そうなんですね。完全にもうこう言ってからのこうがね、じゃ今日折り返しなんで、今日がすごく誠司さんの見せ場っていう感じですか。やっちゃうね。まあでもリアルな話すると、はい、今日のこの B じゃないですか、サマイスプラス1000枚で終える、はい、で今までこう前回もね、伝説ナナシさんとやった時は我々だいぶ追い詰められてた時じゃないですか。そうですね、もう最終戦でやらかさなあかんぐらいの、はい、うん、でも今日はそういう状況じゃなく、まあ、プラス1000枚で終えるっていうことなんで、まあ今日は黒バラ軍団およびラバーズ J リーダー政治が、うんうん、まあちょっとガチで立ち回ってプラス1000枚目指しちゃおうかななんて思ってたり思ってなかったりでございます。思ってたり思ってなかったり。だからなんか狙い台とかあるんですか。狙い台ですか。置き時を狙えたらなと、朝一。おー、そうです。まあ、リセットかかってますからね。チャンスモード狙いでちょっと行こうかなっていう感じですね。はいはいはい、はい、僕はね、店内の
店内に入ってホール内の状況を確認して打つ台を決めたいと思います。普通ですね。ですよ。あの雰囲気はすごかったんですけど、言ってることはもう黒バラ軍団のリーダー誠司さんって感じの。まあそうっすね。なんつうか俺もそんな堅実な立ち回りをするなんて焼きが回ったもんだなあ。静かん？なあどうだどうだどうだそこでどうだですか。どうだ最近どうだ。最近ですか、うん、最近まあまあ至って普通な感じでいい。2017年遅れてますよ。本当に本当大丈夫。大丈夫です。はい。大きな怪我もなく。大きな怪我もなく、おお健康で。じゃあよかった。はい、うん、寒いです。兄ちゃん寒いです。うん、あいい、閉めて閉めて見てるから。またですか。見てるから。見てるから。うん、守見守ってくれてるってことですか。はい、はい、ナースさんの締めまで5秒前。じゃあ3じゃあ黒バラ伝説あ、キャッチ。ちょっとごめん、そういう的がいらないんだ、ごめん。え、的がいらない。なんか缶みたいな的がちょっといらないから。はい、ちょっとその辺、はい、どんな感じですか、どんな感じ。ちょっとどういう雰囲気で言ったらいいかだけちょっと指導してください。あ、指導していいんですか。はいはい、これ絶対 やってくださいって言いますからね。はいはい、大丈夫ですね、俺に前振りを任せてください。そういうことですか。はい、じゃあ見本見せましょう。はい、3、2、1。というわけで、トロブラ伝説 with 女神、今日は私、七瀬静香が女神としてあなたに万枚差し上げます。これをやってください。それじゃ行ってきたいと思います。頑張ります。はい、大丈夫ですか。やんないんだ。超楽しみだったのに今のやったら。ありがとうございます。朝一はまだ絆でございましょう。これございます。お願いします。さあ絆がどうかな。もう取られちゃったかな。なんかこの前の方の方が埋まるんですよね。おー絆、おはようございます。しかし絆は打たない。よし、じゃあこれ取ります。はい、シュラの743番台。これ前日のゲーム数がね637ゲームと、まあ一番ゲーム数が進んでる台になりますね。前日のゲーム数がこの台打ってとりあえず降格チェックしましょう。まあ降格以降したらね設定にも期待できるし、まあしなかったら、このお店シュラに関しては、まあ、前回来させてもらった時も前立っていう感じじゃなかったんで、末の台もむしろ多かったんで、ちょっとこの台の状況を見ていきましょう。おはようございます。はい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 。私オキドキ狙いで一応いたのでオキドキ朝一回していこうかなと思います。1台だけ2台3台の3台1万。あ、あはい、さあ打っていきましょうか。とりあえずシュラね、一番回転数が前日進んでた台637ゲームからスタート。またガックン、おい、思いっきりガックンしたな。そして1ゲームで弱スイカ。もうこれでちょっと降格が、まあでも弱スイカ一撃でね降格以降してくれれば、まあ通常であったら設定1で 25%、 設定6で 40% と下がる部分なんでね、
弱水化で上がったとしても、まあ、多少は高設定にも期待ができる。まあ、24ゲームで一度他の台ががっくんするか見に行きたいと思います。他の修羅がね。じゃあその隣の台をさらに前日411ゲームいきます。はい、がっくん、これは全台がっくんするんじゃないか。隣の台も見ましょうか。そのさらに隣41ゲームがっくん、そして中段チェリー引いちゃった。とりあえずこの台は打ちます。おお、全部入った、全部入った、18%だ。これで変な話 ART もついてきてターボとかに行ったら、まあ降格スタートだった可能性もなきにしもあらずってことですね。投資が2本ですね。 ART はなし。630安倍氏どうよ。あー、評価微妙だぞ、今日は微妙だぞ。おら、いっとけー、636だー。あー、ダメだったんだ、ダメだったんだ。うわー、おおー、あれあれあれ、オーラは白やったやった、復活だったんだ。オーラ白で、おお、たまった。まあ一発目はね、海王で、まあ AT レベル1だと思いますけど、一応ね。はい、まあ AT レベルはもう1です。これでたまった、ベルポイント、よし。さあ剣の出番だ、いい経験しろ。おいおい、もらった、赤いもんね。はいはい、ジェントルマン、イエーイ。嘘こいつに初めて負けた、弱ったこいつに初めて負けた。ほら見て、もう肩出ちゃってるよ、もう肩めっちゃ出てる。負け、嘘でしょ、こんな肩出したやつに2度も負けるか。ハーバーオールのジェントルマン、ダイ、今日ラッキーボーイ、今日のラッキーボーイ票だから、ラッキーボーイ、イエー。いっぱい蹴ったよ、いっぱい蹴ったよ、からのドン、ない236枚。いやー、最初の宣言はね、出やすいはずなんですけどね。で、まずガックン見てきたんで、他の台のガックンも見たいと思います。もう次もガックンしたらね、多分全台ガックンするでしょう。いきます。はい、ガックン、もうこれはね、全台ガックンするでしょう。状況は分かりました。まあ、修羅は広角見つける作業をするか、まあでも全体がっくんなんでね、末のゲーム数狙いっていうのもちょっと怖いので、周りの状況見に行きましょうか。黒原伝説頑張っていきたいと思います。選んだ一発目はオキドキということで、前日4スルーしてまして、もし据え置きでもまあいいですし、変更してたらまあチャンスかなっていうところでこの台選びました。とりあえず過去3戦
あのなんかランクの方は上がっていっているんですけど、みんなの趣旨の方があまりよろしくないのを見てしまったので、ちょっと誠司さんと一緒に全体の収支的にも安定させれたらなというふうに思っております。やっぱその後の上 SS か一番上が、そこでね何が出てくるかっていうのがまだわからない状況なので、もしかしたら収支に関わることが出てきたら、ちょっとでもあの次から出る人たちが楽なように今日頑張っておきたいなっていう折り返しになるので、でもとりあえず誠司さんと私たちにあの与えられたミッションが3枚数どちらかが1000枚獲得 せよということなので、そこは確実にどちらかがクリアしていきたいと思います。お、遅れた。よし、レギュラーです。60回転投手の方が150枚、一発で上がってくれたらいいですけど、さあこれでレギュラー分終了で94枚払い出しがありました。とりあえず私が今このレギュラーを消化してる間に今打ってる人の半分ぐらいですかね、は3分の1ぐらいかな、は、まあ、朝一あの光っているので、まだちょっと様子見ながら周りの人たちの状況を見ながらですけど、もしかしたら前立腺かなっていう可能性も出てきてますね。はい、とりあえず朝一は3本で当たりを引けたので、このまま上がってくれてガッと稼げたら、まあ、投資少ないままでいけるので頑張りどこです。サクッとね上がってくれたら嬉しいところです。ダメかな、29、30、ラスト2、ラスト、今回は上がってなかったみたいで32ゲーム間でのチカチカはなしです。もう共通ベル2回引いてるんですよね。全然1回も引けなかったとかだったら移動しようかなとかも思うんですけど、これはい2枚目です。今1万円使いました。でそんな私が今200ゲームを回ったところと、で200ゲーム回してレギュラー1回で、その前60ゲームで当たってるんで90、290回転回して共通ベルが2回と、でまだ全然ねベルなんて分母が結構100台大きめなんでと思うんですけど、まだ朝1台があるということで、ちょっとまだ回ってない台打とうかなと、打ってちょっと他の台の様子を見ようかなと思います。これはもうこのフレーズをちょ右の台に移動してみます。じゃあはい、それではですね2台目、さっき言ってた隣のオキドキ朝1まだ回ってない台に移動してきました。お隣の方がフリーズをしたということで、いい運をいただいて横の台頑張ろうと思います。おい、びっくりしたちょっと遅れましたね、遅れたような気がしたんですよね。後付けですか完全にレギュラーで3回転で光りました。持ちコインです。でさっき打ってた台の左でちょっと移動しようかなと思ってたんですけど、ちょっと置き時の状態を見たのに違う方が座られて、まあ、右の方に来たんですけど、その左の台も朝一4回転
で引かれてるんで、まあどっちに座っても、ね、いい状況だったのかなっていう中で、やっぱり全部リセットかなっていう感じです。時々はレギュラーが終了しました。投手の方が11本ということで頑張りたいです。あんまりね投手行きすぎると後が大変なので、30回転目残り2回転ありますか。32回転目で光ったこと何度もあるので、最後の最後までない、全然ない。さあ何言うと、今日めっちゃシビアじゃない、この番組にしては。いやープラス1000枚は作れるよ、やろうやろう。2ゲームの窓まぎ、ホムラ部屋行くかだけ見る。結構迷われてましたね。そうそう、もう今なんか朝のチェックしかしてない。これもうホムラ部屋行くか見てるだけ。あれ、おぎどぎやんないの。あ、今やってますよ。はい、やってます、やってます。結局何に決められたのかなと思って。ああ、全然まだ超今ガチだよ。前の誠司さんと全然違いますね。そうだ、だってさ、プラス1000枚はいけると思ってるからさ。そうですよね。そう、確実に1000枚作ろうかなと思って、うん、とりあえずは。いかねえ、やめ、ホムラ部屋いかねえ。あれ、なんかあれです、あれ、ホムラ部屋行かなかったぜ。あ、行かなかった。あ、俺のサインが2枚ある。どこですか。3枚ある、4枚ある、5枚ある。だってもう1ヶ月に1回ぐらい。ほんとそうだよ、ね、ほんとそうだよ。来てますもんね。逆に教えてほしいぐらいです。でしょ、癖とかを。だいたいね、そう、だいたいね、リセもスエも混じってんのよ、ここ。これ打ちます。バジリスク絆の665番台が、まあ4スルーでゲーム数も292ゲーム、結構進んでて、まあ4スルーであれば一応期待値プラスなんでね、打てなくはない。とりあえずこれが AT 入るまで打っていきましょう。302ゲーム巻物でございますよ。おお、当たりましたね。305ゲーム巻物からバジリスクチャンス。青移植、 LED は白ですね。聞いたぞ、どうよ、エフェクトでかいよ、どうよどうよ。おい、六角っぽい。六角っぽいけど違います、違いますよ、違いますよ、違いますからね。はい、いきます。これが、なんだ。じゃあバジリスクタイムいきましょう。持ちメダルで滑って当選ですね。総投手は2本のまま。強チェリー、よし、広角ゲット。3つ来ちゃえねえな、誤算はねえ。ということで重い効果、そうかな。おお、ここで弱チェあるよ、 30% 約ねえかな。
まさかの弱者当選さえない。まあ初期ストックの可能性もありますけど、まあそれよりはおそらく奇数で継続率突破はなんとかできてるのかなという感じですかね。お、これはちゃんめだったか。まあ、バジリスクチャンスにも当選してますね。まさかの無双一戦とかないよね。赤移植、LED は青。おお、そしてストックマリト、素晴らしいじゃないですか。お、518枚。そして巻物ヒータリアショート。3対3。さあどこが来る。おい、ポイ効果。さあ引いた、約 50%。 ここは欲しいぞ、ここは欲しいぞ、ここは欲しいぞ。ここで巻物さらに 25%。 なんもないの。あ、もうそっちになっちゃうってこと。 OKOK OKOK。 いやー、いや当選してればね、なんか演出来る傾向がありますよね。これは多分当たってねえな。ダメだったか。759枚。負けはマンズダニ。とりあえずここで周りの状況を見ましょうかね。今投手が15本かな。15本でしょ。プラス1000枚3枚数出さないといけないんで、朝あの車で去年の収支はどうだったのっていう話から始まって、まあ弱いんですよねって言ったら、まあ、なんかあったら俺に言ってよって、俺がなんとかするからそんな人います。まだ会ったこと2回しかないんですよ2回しか会ったことない人に対してそんなね、すごい広い心を持った方なんだなっていうのを改めて知れましたよ。会って5分ぐらいで、今日の朝会って5分ぐらいでそれを知れました。まだまだ時間あるから取り返せます。555。なんかジャグラーのジャグラーのなんかオカルトゾーンみたいなところで当たりましたが、長かったです。本日3回目のレギュラーです。投手の方が33本。いや、仲間に入りましたよ。もうこれずらーって皆さん両サイドの方も
結構な勢いで光ってたんで、それだけポツンと静かな感じだったんですが、ちょっと仲間に入れさせてもらいました。ファースト角2枚、さあ天国に上がってますように。いきます。セイジさんいた後ろにめっちゃ見られてる。七瀬チカレー、ミカルな七瀬チカレー、七瀬チカゲー、この後の展開へ、扇チカゲー、あーいからずということでミスルーです。もう次の当たりが早かったらいいですけどね、うん、深いとこまで行かなかったらいいけどな。応援してくださってましたか。後ろから疲れオーラを送ってたんだけどダメだった。なんか後ろのこととかあんま気にしないんですけど、なんか感じるなと思って振り返ったらやっぱいらっしゃったんでびっくりしました。君もオーラを感じ取れる人間なんだね。そうですね、誠司さんだけはなんかすごいものを放ってるんで。ああまあそうだね、あの大丈夫、こっち側に来な、こっち側に。いや、ね、どうぞ。どうしようね、まあ B がループしてるかもしれないけどね、まあ怖いよね。怖いです。今ちなみに投資の方が3万3000円、マジで俺まだ2000円。どっちかが達成できればいいらしいんで、俺すげえ出たらナンさんにあげるから。いや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 、大丈夫大丈夫、それはあげるあげる大丈夫、大船に乗ったつもりで任しといて。うん、お願いします。まあ微妙だね、変えてもいいかも。もし誠司さんならどうしますか。え、誠司さんならどうしますか。俺は B ループは追いかけない、もうリセじゃないかもしれないから。爽やか。え、あ、何もないです。まあ任せるよ、うん、すごいですよ、ほんと超ドキドキ、またついてるし光りまくり。頑張れ、もう計測率、頑張れ頑張れ頑張れ、ダメだな、おおおおお、よかった、絶対無理だと思っとった。あ、びっくりした、びっくりした、疲れ、天国飛べ天国飛べ。そこでアカウント開設を記念してプレゼントキャンペーンを実施中。なんと抽選で300名様に1000円分の LINE プリペイドカードをプレゼント。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信してますので、皆さん友達登録してキャンペーンに応募してね。